ということで、合わせて野球部長の福澤君という人に電話をして、いろいろ詳しいと教えてほしいです。よろしくお願いいたします。はい、さあ、ということでね、まあ、皆さんご存知の通り、イチロー選手がですね、ニューヨークヤンキースに移籍いたしました。今日すぐにですね、もうヤンキースの1年通して試合に出てるんですね。はい、ということで、まずはですね、会見の様子をご覧いただきましょう。どうぞ。